ないように、努めたいと思ってございますので、皆さん方も体調管理にはよろしくお願いいたします。今日また大変盛りだくさんなコースになっておりますし、佐藤顧問、野崎顧問ご参加いただいて、また名解説いただけると思ってございますので、楽しみながら行きたいと思ってございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。最初武佐の古墳があったり、両宮山古墳があったり、岩田十四号墳があったり、最初古墳が多いんですね。で、資料の中に入っているかどうか分かりませんけれど、古墳についてお詳しい方もいらっしゃるかも分かりませんし、そうでない方もいらっしゃいますんで、分かる方向から、分かってる人はなんだそんな話は聞きたくないいう人は寝とって結構でございますけれど、古墳の話からさせていただきます。我々の歴史を紐解くときに、いわゆる1万年前の縄文時代というのがあって、次に弥生時代があって古墳時代となるわけですね。縄文時代というのは縄文土器が使われてた時代ですね。いわゆる黒いあまり焼かない土の土器ですね。で、日本ではよその国は石器時代、石器時代も新石器と旧石器、旧石器があって、研ぎ石を使った新石器があって、青銅器時代とこうなるんですけれど、日本は火山国で火山ができて土が焼けたもんですから、土器というものが非常に、民間の間に流行りまして、縄文土器というのが出ました。そして、次にこうもう少し高温で焼いた弾きのようなものを弥生土器と言います。これは東京の東大の弥生町ですね、弥生町で発見されましたから弥生土器と言ってるんですけれど、これから弥生時代も出てくるわけですが、そういう土器が出てきて、その弥生土器と似たような土器が弾きなんですけれど、形がちょっと違うから、それで、考古学者が古墳というものをいわゆる主眼にした考古学者がいらっしゃって、同じ、焼き方の土器ではあるけれども、弥生土器と弾きとの間に、差が形の差があるから、そこに古墳ができた。いわゆる古墳と称するのは苔の山の古墳だとか、大きな古墳は箸墓古墳ですね。ああいうような古墳ができたので、古墳時代になってしまった。いわゆるその古墳と称するのは皆さん方よくご存知の前方後円墳ですね。古墳というのは形からいくと円墳と方墳と前方後方墳と円墳と、資料の中に多分入っていると思いますけれど、このような形の分け方があるわけですね。形によって時代は決まらないんですね。だから円墳が古いとか方墳が古いとかいうことはありません。ただ前方後円墳だけ見ると、前方後円の後円の丸の方が高い方が古くて、前方の方が高い方が新しいで、5世紀ぐらいになると造山古墳のように前方部も後方部も同じ高さになってくるということで、前方後円墳だけを見るとこの古墳は古いなとか新しいなとかいうのは分かりますけれど、円墳とか方墳とかいうのを入れて、古い新しいは分かりません。ただ古墳の中に両宮山古墳のように横穴がない分、それからこれから行く武佐の古墳のように
横穴がある分で、横穴がある分が新しいんですね。昔は横穴はなかって、みんな上の方へちょいちょいと埋葬しとった。それなら両軍山古墳も埋葬されてるかというと、実は両軍山古墳はあの古墳には埋葬されてないんです、それは何でわかるかというと、日本書紀の中に長、と称するものが出てきまして、それで雄略天皇の時に長が都で、私の奥さんは家内は非常に別品で気立てのいい、素性のいい女房だと言って、ものすごく奥さんの自慢をしたんですね。そしたら雄略天皇が、そんなに別品さんならわしが一回寝たいと言うんで、長をわざわざ、タサをわざわざ美馬名の国司に追いやって、お前美馬名の国司へ行って出世してこい言うて追いやって、その留守に、タサの奥さん若姫を都へ呼んで、星川の王子ともう一人、岩木だったかな、二人の王子を産まさせたという伝承があるわけですね。その今度行く両宮山古墳もだから若姫とかなんとか言って書いてありますが、若姫自身は日本書紀によると久保屋の女と書いてありますから、宗者の辺の女性かも分かりません。まず武蔵の古墳は円墳です、30メートルぐらいとか言ってますけど、円墳で丸い古墳で、もちろんもちろんと言うたら不思議なんですけど、古墳は南から入る穴が多いんですね。で、私の好きなヒンズー教は東から拝むんですね。どこがヒンズー教があるかというと、私熊山遺跡研究会にも十何年在籍してやってますが、熊山の中に、あの遺跡の中に弾痕がありますね。いわゆる円筒の筒があります。あれは芝神で、だからヒンズー教は東から拝むように、東がずっと開いてるわけですね。だけど古墳は南から入る。どこの古墳だってもう 99% 南に穴は開いてます。ですからこれから行く武蔵の古墳も南に向いて穴が開いてるわけです。で、横穴と称するのは、今言いましたように、6世紀ぐらい後半、古墳ができても後半ですから、あの古墳は新しい方の古墳だということになります。だけど何歩新しくても、この古墳に誰が埋葬されてたかということは分かる古墳はほとんどありません。ただこの次に行く両宮山古墳は埋葬されている人はいないんですよ。作ったのは他者と称する男が自分の墓を作ったんだけれど、御魔名に追いやられて帰ってこなかったもんですから、あの両宮山古墳は作ってはあるけれども埋葬はしてないんです。なぜわかるかというと、考古学者が調べたら、あの両宮山古墳には葺石も埴輪もないというんです。葺石と埴輪はどうしてできるかというと、古墳の中に埋葬します。死体を埋葬したら、その下に死体に悪霊が入ってこないように、いつまでも安らかに天国でお休みできるように、古墳のほとりに埴輪を立てて、悪霊が入ってくるのを防ぎます。そして石でもって、葺石でもってずっと古墳を守っているわけですね。石と石の力というのは、昔の人は非常に、
石の力を信じてたわけですね。例えば前方後円墳で最初にできる箸墓古墳なんかでも西の二条山から石を昼は人が運び夜は神様が手送りしてあの箸墓の葺き石を敷いたというぐらい、特別な石。私は銅が好きですから銅に関係銅軌道石のような石で葺き石をしたんではどの石でもいいというわけではないような気がします。そして石を拭いて、箸墓古墳を築いております。この両宮山古墳はだから埴輪も葺き石もありません。でついでに吉備、のことについて言いますと埴輪のもとは何かというとご案内の通り、倉敷にある立て付き遺跡あの5枚の石が立っている立て付き遺跡にあった特殊器台が神武の統制の時に吉備の勢力と一緒に大和へ入って立て付き遺跡は双方中円墳ですね。真ん中が円で両方に方四角なところがある。その一つの方だけを削り取って、円と方を結びつけたのが前方後円墳いわゆる天皇家の旗の墓の形になっているわけです。我々が当時その時代古墳時代におったとしても私の墓を前方後円墳の墓に作るわけにはいきません。前方後円墳はこれは天皇家の形の墓なんですね。ですから岡山には造山古墳や作山古墳があるじゃないかとおっしゃる。あの方々は天皇家と何らかの関係があるからこそああやって前方後円墳のお墓ができた。大きさはその時代の流行がありますから王神陵とか仁徳陵のように大きな古墳が天皇陵でもできる頃になると吉備でも我々も前方後円墳が作れるんだから大きなのを作ろう言うて造山古墳や作山古墳を作ったんですね。ただ私もまだよくわからないんですけれどいろいろの方式というのがあるんではないかと。例えばですね、皆さん方時々、お聞きになる ベルのような、鉄砕じゃなしに何だったっけ、あのベルのようなやつ銅鐸ごめんなさい銅鐸銅鐸なんかはヒレがありますからあのヒレを上下にするということは考古学者は皆さん言います。我々も見ても銅鐸の埋まっているのを見ると必ずヒレがこういうような状態で埋まってます。だけど考古学者はあの銅鐸の向きがどちらかということはまだ言ってる人はいません。必ず銅鐸の上下があるなら向きも必ずあるわけですから私は銅鐸が埋まっているところで銅鐸の中心線がどっちを向いているかどっちを向いているかというのは私から想像するとその先に大きな岩倉があるんではないかなとこう思っています。日本書紀を読みましても高間ヶ原から天照大神のお孫さんが天孫降臨された時に日本書紀には彼らは岩倉を置いて下界へ降りたと書いてあるんですね。だから高間ヶ原でも岩倉と称するものがあったんです。で古代祭司はそういうような岩倉を非常に中心にした信仰があったんではないかなと。これから行きます国分寺これから行くのは、ごめんなさいどこ先にはいごめん武蔵へ行きます。はい武蔵の大塚へ行って次国分寺行きますけれど国分寺のところの山の上
石の名前は分かりませんけれど、これから行った時に、大きな岩があります。あの岩はかなり僕は古くからあったんではないかというのは、その隣にお寺があって、そのお寺の本堂は、普通本堂は南から北へ向かって拝むんですけれど、そのお寺の本堂は見ていただく岩倉の方を向いていますし、国分寺を建てるときに備前の国分寺、ご案内のように備前の国府というのはもうちょっと下の岡山市の方にあったのに、国分寺はいい土地に作りなさいと言って聖武天皇はおっしゃったんです。で、備前の国分寺のいい場所と称するのは、これから行く両宮山古墳とその岩倉との間にあるんですね。だからあの岩というのは私はかなり、価値のある言うた昔の信仰の対象になってた岩ではないかな。名前が私が見てない、聞いてないのが残念だけれど、昔からの信仰のある岩ではないかなと思っております。かなり、旭川を登ってきて、もう目の前に、左の谷間のところの左の山が高倉山ですね。高倉山ですから、そこの高倉、左の山ですよ、鉄塔が立っているところですね、あれが高倉山で、あそこには高倉神社があって、で、中津宮と鉄の宮と上中下と、いわゆる我々は今日行く宗像神社だって、沖と中と陸地と山というように山という字が非常に縁起がいいんじゃないかと。この高倉山のふもとに、武蔵の大塚がある。でその中に、波方石の石棺があります。で、本来ならばそこまで皆さんぞぞっと入って、波方石の石棺を見ていただくのが一番ですけれど、中が地類という、もう茨の方の言葉で申し訳ないけど、地類という、いやネチャネチャしてる土地で、水気があってですね、なんか岡山の学芸員さんに言わすと、そこへ生えている植物は踏まないでくださいという、貴重な植物が生えているところですから、石がポンポンポンと置いてありますから、行くとすれば一人ずつ行きますから、こんだけ大勢の人が一人ずつ行ってたら、もう見ることができません。波方石はまた別のところで見ていただきたいんですけれど、要するに茨の波方というところに隆起した、昔海の底にあったものが隆起した石なんですね。いわゆる貝殻分を含んでる石なんです。そういう波方石でできた石棺と称するのが吉備には5箇所あります。その中の一つがこの橋を渡ったところにある武蔵の大塚の石です。で、これを山本さんがパーッと明るい光で照らしますから、よく見てください。縄掛け突起とし、我々はね、考古学者が勝手に縄掛け突起だと言ってますけど、あれで縄をかけて石棺を運んだわけじゃありませんよ。これは勝手に考古学者が縄掛け突起だと言っただけで、あれはまた出て行ってご説明しますけれど、亀の手とか足なんです。石棺と称するのはヒンズー教の亀の形から来てるんだということを私は強く主張するんです。はい、バスはね、そこの向こう、信号の向こうでもいいし、ここでもいいんですよ。はい、ここでいいですよ。ここがいいよ。はい、ここでいいですよ。はい。はい、ここがよろしいですね。はい。はい、では、降りますよ。はい、あげます。
傘はいらない。どうぞ、お先。すいません、わかる。結構いいや、どこで。どんな印象でした？インタビューに答えてください。すごい綺麗なわ。ああ、綺麗でしたが。あ、黙ってる、あっちの方が綺麗。おー、大きいよ。はい、どうぞ。一人一人。まあ、初めて見た光物の。どんなもの印象でしたか？光物はね、なんかこう草原な感じ。なんかちょっと普通じゃん、普通一般社会で見れ。なるほど。ここでインタビューしてもらう。聞いてください。カットでからいいのがあったら。勝手に今日食べてるけど、まあ先生も決めてる。まあ私これ初めて来たここへ。あ、本当。はい。ね。どうでも案内してもらうと。ないけど、それでもあの飛び石を踏むよ、あのあれを動くように。私も出たか。もうちょっとなんかね。光先生、何が流行ってて。光も生息する。光も光も、なかなかしない。大きいですね。すいません、石の上歩いてくださいよ。いかがでしたか、印象。よいしょ。もうみんな帰って、まだ奥。一人ずつじゃ。あ、奥広いんじゃない。上から光が入るんじゃない。一番奥には天井抜けとんですね。いや、抜けてない。ここはあ、なんであの光がある。電灯持っていて。おー、なるほど。こっかけてない。あ、電灯。光もはどれなんです？その真ん中にはこの辺緑の実をです。ちょっとね。あ、これね。あそこ女が蛍光が発するんだ。そういうことですよね。はいはい。おお、せっかくだから撮ってこい。よいしょ。うん、それ撮らないといけない。うん、これだね。大工踏んどるな。時間そうないからね。ええ、いいです、いいです。よし。よし。これは石棺ね。すごい。あの、石室もすごいよ。そうそう。石室もすごいし。おお、な、これだけ、僧侶にも負えんな。これ負けるな。ほんならよろしいやんか。映った。うん、まあ映ったでしょう。映った。まあ、見つかったの。OK。はいはい、先生。用意はいいですね、ライト。準備万端。そうやって。まあ、それは大きいですね。そう。時間しか出ない、4時間も。おお、準備万端じゃん。もしよかったら、ちょっと見せていただけますか。1万800円。あの、ホームセンター売ってるわ。ちょっと見せていただいてよ。ええ、どうぞ。すごいな。はいはい。4時間持つんじゃん。ここ今ちょっと曲がりますけれど、皆さん方のお手元にある地図がありますね。こっからまっすぐいでしょう、この道が。ちょっと、ま、曲がってますけれど、これがまっすぐの道で、大法律令の時に、都から九州まで道をまっすぐくした道をつけなさいという命令が出てきたんです。それで、ここは今曲がってるようですけれど、このまっすぐい道がその当時できた道なんです。幅は12メーターぐらいで、速道いうか速溝があるんですね。もう十何年前に大原、北の方の大原でその道の発掘調査がありましたけれど、確かに速溝がありましてね、不思議なことに道の真ん中に材木をこう
5、6本横にしているところがあるんです。話をしているともうぼつぼつ前の方に、左の方に、日の宮蔵みたいなのが見えますからね、そこが馬屋に今資料を回してます馬屋になるわけですね。あ、今左の方のこの住みましたけど、ああいうような岩倉が左に山が見えますね。ああいうような岩が昔大切だった信仰の中心だったんですね。いや、赤い、はい、もうちょっと行くと左側に、日の宮蔵が、赤い日の宮蔵がありますから、そこら辺がマヤなんですね。で、兵庫県のマヤにはちゃんと馬を飼ってたところはここだというところがあるんですけれど、ここはマヤはここだというけれど、それならそこにおった馬はどこで飼ってたんかいうのはここの場所では確定しておりません。残念ながら地名からここだろうというだけで、確かにここにそういう立派な小屋、いや役所ですからね、立派な役所がないといけません。この日の宮蔵のところですね、看板が出てますから、またゆっくり見に来てください。この日の宮蔵、それで右のところの森がありますね、ちょうど右のところに、あそこが主戦田古墳の出たところですね、看板があるところですね。主が戦だというのは一辺二方のことですからね、主戦だ、主が戦病も出たという、左側がこれが下が国分寺の跡ですね。どっかに、塔が建ってますね、石の塔、はい、石の塔。それで右側のこの池がありますね、この池が土手がある向こうが国分寺ですよ。で、あそこへ国分寺跡と書いてあるのがあれは国分寺の跡、今整備しておりますね。入りません、もうずっと行きます。次の信号を左行ってください。でこれはその左前に見える両軍山古墳からここの跡が見えないことはありませんからね、両軍山古墳の土手へ上がります。これを左に、ね、はい、100メートルか200メートルのところに参ります。今日の両宮山古墳の地図というか案内書がありましたね、確かどっかにパンフレットだったね。両宮山古墳のカタログっていうかパンフレットがあれば見てください。両宮山古墳のパンフレット、こういうのがありますから見てください。はい、分かりました。両軍山古墳は集合が一つになってますけれど、実はこの前のこの道のところへ、はい、この道のところへもう一本集合があったんですね。いわゆるだけど直線の道路をつけなさいという命令で埋まってしまったわけですよ。これが残念ながら、バスはどうしても、いや、もうちょっと向こうだったと思います。はい、今車が止まってるところ、もう一つ先の車の止まってるところ、左側の今止まってるけど、もう一つ先です。この向こう、もう一つ向こう、この土手をずっと通ってぐるっと一回りしますから、ここに入ります。はい、野崎さんの車、あ、ここへ入れさせてもらいます。これ入れさせてもらいます。はい、それで土手をこれ向かって右から左の方へ歩いていきます。降りる、はい、見ます。ここも池の方は池になってますけれど、ここも池の跡は今整理しております。ここら辺から見て家のちょっと左の方に本当は70の塔が見えるんですけど、石碑みたいなのが見えます。その階級があって。では行きます。大きいな。
ナイスです。中のあたりも、赤坂郡が、兵庫県のマヤにはちゃんと馬を飼ってたところはここだというところがあるんですけれど、ここはマヤはここだというけれど、それならそこにおった馬はどこで飼ってたんかいうのはここの場所では確定しておりません。残念ながら地名からここだろうというだけで、確かにここにそういう立派な小屋、いや役所ですからね、立派な役所がないといけません。この日の宮蔵のところですね、看板が出てますから、またゆっくり見に来てください。この日の宮蔵、それで右のところの森がありますね、ちょうど右のところに、あそこが主戦田古墳の出たところですね、看板があるところですね。主が戦だというのは一票二票のことですからね、主戦だ、主が戦票も出たという。左側がこれが、あの下が国分寺の跡ですね、どっかに、塔が立ってますね、石の塔、はい、石の塔。それで右側のこの池がありますね、この池が土手がある向こうが国分寺ですよ。で、あそこへ国分寺跡と書いてあるのが、あれは国分寺の跡、今整備しておりますね、入りません、もうずっと行きます。次の信号左行ってください。なんか撮ってるこの、あそこ国分寺跡というのがある、書いてある、うん、でこれはその左前に見える両国山古墳から、ここの跡が見えないことはありませんからね、両国山古墳の土手へ上がります。まあ、売店の人に聞いたら、じゃあこれ本読んでくださいってもらったんですよ。結局ですね、足尾銅山の開発したのは備前の百姓って言うんですね、最初そこを発見しておって、その後の江戸幕府になってですね、備前の藩からちょっと名前はちょっと忘れました、2人か3人行って、それで掘って、あ、これ大したもんだということで徳川家に、まあ、幕府に献上して、今天その徳川時代から天領になっているところなんです。それでその、まあ、足尾銅山は日本一の銅山なんですけどね、まあ、あの地元ではいわゆるその、おかまの神社ね、山の下草会の、かまそのものがまとめる、おかま様だ、あ、本当だ、あれ草薙かま、ライトライトライト、うん、まあ花倉神社だったりするね、山井の根を、うん、と思いますけども、今日はこうして皆さんで、楽しく、そして、この朗らかに、この会話をお過ごしいただいて、この後お聞きますれば、ワイナリーの方でワインの試飲もあるというようなことも伺っております。本当に美味しいものを飲んで食べて、赤岩は素晴らしいところだというのを持ち帰っていただいて、まあ、ご近所の皆様にも赤岩いいところだよとお伝えいただければ、嬉しいございます。本当に今日はありがとうございます。どうも。上がるのが一番近いで、孫引きスチャー、この地図をもう20年か30年前見まして、あ、この道から行った方が近いんだなと思って行きました。鶏小屋のところから行ったけど失敗しました。だから地図というのね、例えば熊山の、我々は熊山を遺跡が30から50ありますけれど、一つ一つ確認をしました。
エルという熊山遺跡は孫引きして違うところへ書いてありました。それも発見しました。だから地図を 100% 正確だと思ってはいけませんよ。孫引きというのがありますからね。もうちょっと行くと右へ曲がりますけれど、その先の方に松尾神社と称するいわゆる畑氏の神社があります。でそこから向こういわゆる南の方まで湯の郷の方まで行く道を松尾街道と言いますから、そこの松尾神社は非常にポイントのもんだと思います。ちょっと右の山を見えないかな、岩がいっぱいあったな、んですよ。右へ行くと湯の際の方へ行きます。左へ行くと小原の三大天神の方へ行くわけですから、今日はここへ書いてある石と書いてある方へ行きます。まっすぐ行くと津山の方行きますからね。これから車は右へ曲がります。立っている千手観音みたいな木造の彩色してあるあの綺麗な仏様というか神様がいらっしゃいます。はい、ですからあの元気のいい方はね、ゆるぎ川の向こう側の右にそれぞれまっすぐと頂上まで行くと、今日コピーしてね、大きなコピーして持ってきたんですけどコピーを忘れました。の向こう側が千草という兵庫県の千草になるわけですね。で、千草は昔はどうだったと思いますけれど、千草の製鉄の徹底を山越えして吉野川へ下ろして船で運んで吉井川の長船まで持ってきて、長船でその他の鉄となんと鋼とを合わせて名刀、長船の名刀を作るところができるわけですね。ちょっと行くとね、右側に温泉があるんですよ。何温泉だったかな、この赤いのかな。めっかー、ここは綺麗な温泉になってるけれどこれ温泉なんですけどね、ちょっとデイサービスになってるね。違うだろ、これ汚かった温泉でね、温泉で湯は良かったんですけどね。はい、右側が吉井川です。前に見えるのが須斎の町です。はい、須斎へ来ました。ここら辺が福田というところだと思います。福田という福がつく字のところは銅が取れるところなんです。間違いありません、はい、福と字がつくところ福山とか、福の字がつくところは福岡とか、その福の字がつくところは福ですからね、銅ですから笑ったら、ふふふ言うと笑ったと思って右前のお城が見えてますね。あれが須斎の上の今日晩さんが行ってたお城ですね。Thank you.
黒船はそうですね、天子の方ですが、海岸の方、鎌倉はね、あの牛窓の人はうちの方だとか、そうまあ、みんな勝手にいますけどね、勝手にいますけどね、だけどまあここも山形だから、ここまあ、山形にもねってどう言ったんだろうね、そう僕は本当に山っていう感じですけどね、まさに今あそこ見たら、ね、山形のなんとか言って書いてあるんですね、川なんとかと山形と、でその白い石は今神社 の, あの奥の院の本殿の下にあの置いとられます。だからここが祭祀場として一番大事な場所なんです。皆さん、その間は神社ばっかり見られたら、奥の院ばっかり見られるんで、奥の院じゃない、ここで神社サインになる。お高いお金で上がってみてるんで、あっちのお金とかありますか。を奉納したと書いてあるんです。それが今の、 あの磯の神ではないかなというのと、もう一つ磯の神というのは天理にある物の部が祭祀している七支と、いわゆる朝鮮からもらった七つの枝の葉のある刀を祀っている物の部が神主をしている磯の神があるんです。で、日本書紀に書いてあるのはここだとは書いてないんですけれども、まあ奇形悟霊で、ここをその磯の神としてます。したがってここも一宮だと、多分一宮だというのをどっかに書いてあったと思います。ありましたね。で、備前の一宮はここばっかりではなくして、阿仁神社も備前の一宮ですし、君津彦神社も一宮ですからね。だからなかなか難しいんですね。だけどここも一宮だとおっしゃってます。で、日本書紀に書いてある佐野さんのが大和のオロチを切った刀を洗ったのは、宗像神社の近くにある血洗いの滝ですね。血洗いの滝というところで佐野が刀を洗ったと言っているんですね。で、日本書紀にはその刀はここに奉納されたということです。それなら今のところにあるんかというと、ありません。あるわけがないね。はい、あるわけ難しいんですね。なぜなあるわけがないってなんていう、まあ、単なる話だから。今日は奥の院へ行けませんでしたけど、あそこから歩いて10分か15分ぐらい、歩いて上がると岩倉があります。そして、岩倉の中に、我々は排上穴というのは杯状の穴を言いますけれど、排上穴よりもっと大きい、これぐらいの水をためる、何がありますね。これは倉敷の久志山の久志山の裏の神社の裏の岩にもありますけれど、この溜まった水を、あるいはごめんなさい、あそこの最上位内の上にもありますけれど、ああいう溜まった水が岩に溜まるんですよ。雨水が溜まるんじゃなしに、岩から水が出てきてそこへ溜まるという信仰を持っている水は飲むと長生きできるというような信仰があるんで、我々はこれを霊仙穴、霊魂の霊の穴と穴、霊仙穴と言ってますけれど、そういうようなのがところどころにあります。
肺上血というのは杯状のこれは、うん、岡山ごめんなさい日々だけではなくして、全国カップ4イギリスなんかはもちろん英語ですから肺上血なんか言いません。カップホールというんですね。カップホール、コーヒーカップのカップに穴のホールがついてカップホールと言います。だから各国にああいうような祭祀跡があるんじゃないか。あれはなぜ肺上血があるのかというとね、定説はないんですけれど、私は尺状と称する金の杖がありますね。あれで、南大師炎上混合、南大師炎上混合、何というか知りませんけれど、ちょん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 と願いを兼ねて穴を作ったんではないかなと思うんですがね。一番古い肺上血は石棺の中にあるんです。ですから古墳時代からあった可能性はあります。で、どういうところに多いかというと神社の石段に多いんですね。神社の石段に肺上血がいっぱいあるところがたくさんあります。その月に手洗いにあります。手洗いにも肺上血が加えているところがあります。ですから肺上血、手洗いに肺上血を掘ることによって手洗いは清めるわけですから、その清める水がもっと効力があるように肺上血で、効力を増やしているんではないかなとも思われますね。そういうようなのが神社関係で、目につくところです。三大天神を祀ってあるんですけれど、石垣に氏子柱と石垣に石で作ってある、それが ここは氏子さんは何人ぐらいおられるんです？10件です。昔一番多い時はどのくらい？多い時は22、23件か。それでもそれだけであれができたことはないです。遠方からでもお前に来る人がようさんあったんじゃない？ありました ね、 ね、この石垣が分かってからは、東京から、東京からいらっしゃったし、東はね、西は九州からいらっしゃいました。また来ますからね、これを機会に。インターネット5つですけど、それが重なったりしてこしらえてあるみたいだから、あの、横の中に、すごい、ここの座るかどうかな、まずは私も。